はようございます。今日はね、なんと開墾なんですよ。で今これ大井ふ頭ね、品川区が入ってきたんですけど、僕のね、これからカラバン返すね、大井7号なんですけども、今並びがね、こっちのこれなんだっけ、南部陸橋だっけ、南部陸橋まで伸びちゃってる感じですね。今一応ライブカメラ、東京港ポータルサイトっていうのがあって、まあ、それで確認したらね、まあ、7号は伸びてるのかなと思って、今、来たらちょうどね、やっぱりこの、専用レーンに収まりきれずにね、環七の方にケツが向いてるんですけど、待ってる状況ですね。でも、開墾はね、半年以上やってないんですよ。メインの仕事がね、タンクなんで、開墾ってめったにね、僕やらないんですけども、まあ、久しぶり、半年以上前、もっとか半年以上ね、来てないんですよね。で今こうやってね、流れ始めてどこまで行けるか。でね、これ信号今赤になったでしょ。でこれね、左折する車もいるんでね、前にあんまり詰めちゃうと良くないんですけど、俺の後ろ開けてくれるかな。俺の後ろが開けてくれそうです。一応このぐらい開けて、あ、大丈夫か。あ、大丈夫だね。僕の後ろがね、開けてくれました。なんでほら、こうやって左からね、間を縫って左折する車がいるんでね、ここはこう閉じ込めないようにして間詰めちゃうとね大変なんで、よいしょ。でね、僕はなんで開墾ね嫌だかっていうと、嫌なのかまあトレーラーね、初めて乗った時に開墾2年弱ぐらいやったんですよ。毎日ね、2回戦やってたんですね。その時は茨城のね、神栖とこの東京港だったりね、横浜港だったり、その2回戦やってたんですね。だから朝は早くてさ、4時ぐらいとかに出発して、で1回2回やるからね、神栖、茨城の神栖なんでね、結構かかるんですよ。朝は早めに順番取りしないとね、帰りが遅くなったりとか、2回戦目がね、取り切れなくなっちゃったりね、4時半でだいたいクローズなんで、昔はね、今は分かんないですけど。なんでね、もう覚えるのも大変だし、やりきるのもね、もう大変だし、朝早いし、帰りがさ、やっぱり2回戦やって、で神栖から車庫に帰るまでの時間もあるから、なんだかんだね、8時半とか9時ぐらいになっちゃうんですよね、夜の。なんで、そういったね、骨の人がね、まくっていった、骨がね、ヤード通り空いてるんでしょう、おそらくね。それが大井7号の並びだと思います。なんでね、もう精神的に嫌になっちゃってね、並びも分かんないし、まあいろいろさ、覚えることがたくさんあったにもかかわらず、もう時間がパツパツだからさ、2回戦やるしかないから、よいしょ。まあね、2年弱ぐらいやった時あるんですよ。それでね、もうあんまり開墾好きじゃなくなっちゃったね、よいしょ。でね、まあちょいちょいね、動画にも上がったりしてるんですけど、まあ間ちょこちょこね、助っ人で、まあ同じ会社のね、開墾部隊の仕事が忙しかったりとかね、人手が足んない時にちょっと手伝ってみたいな時、やっぱ開墾もやっぱりね、うちの会社でもできる人とできない人いるから、どうしてもね、頼める人って限られちゃうわけですよね。でまあうちの営業所が、開墾できる人が3人かな、3人まあ、開墾専属でやってる開墾部隊以外にね、僕みたいにタンクやってる人で開墾できる人は、
3人だね。3人なんで、まあ、誰かしらね、開墾、ちょっと助っ人入るとなると、抜擢されてしまうんですけど、なるべく選ばれたくないな、みたいな。で、今回ね、僕が何日間やるか分かんないけど、指名されてしまってね、それで、しまってねって言い方悪いか、ね、せっかくいただいた仕事ですけど。まあね、今日やることになりました。で、今日3連休明けなんでね、まあ、こうやって混んでるのもあんのかな。ちょっと俺も最近、どういう風にね、どこが混んでとかってね、ちょっと把握してないんで、あれですけど。まあ、この先ね、大カーブといって、左カーブになったところから専用レーンなんですね、専用レーン。ガードレールの中、専用レーンなんで、その中に入っていけばね、並びがこう分かれるんですけど、この外に出てる間っていうのが、7号が伸びてるのか、5号が伸びてるのかっていうのがね、やっぱり、やったことない人って分かんないんですよ。だから、いきなり行って、開墾やってきてっていうわけにもいかないんですよね。やっぱり、開墾分かる人じゃないと、会社もね、触れないと思うんでね。今ほら、どこまで伸びてるか見に来たでしょ、あれ。自転車でね、多分ね。まあ、そんな感じでね、こうやってやるわけです。だから、まあ、トレーラーもしね、乗る、これからね、乗る方いれば、まあ、開墾もね、覚えとくとね、いいですよ。幅が広がってね。まあ、開墾屋さんに就職しなくても、やっぱり、うちの会社みたいにね、いろんな仕事やってる会社もあるんでね、会社の中にそういう開墾部隊がね、あって、そういった時にやっぱりね、こうやれるようにしとくと、いろいろね、仕事の幅広がるんで、今日仕事ないから休んでって時に、ああ、開墾できるからね、じゃあ休みにならずにこれやってみたいな、そういった場合もあるんでね。これ今僕の列だけこれ7号混んでますよね、これね。で、この隣が5号で、その隣が3号4号、まあうちら4号って言うんですけど、で一番左側が2号ね、1号2号の連です。で、今のところね、始まりが一番やっぱりね、8時半からなのかな、7号は。だからちょっとハケが悪いんですけど、まあこれもね、一時的なもので、もうちょっと時間経ってくると、どんどんはけてきます、ね、ちょっとこう記憶を思い出しながらね、辿って今やってるんですけど、いやー憂鬱だわー。でこれみんなこれ乗ってるのがね、コンテナ、これ身入りだったり空板だったり、乗ってるのがこう並んでるわけじゃないですか。で、間に骨がシャーシだけっていうのもいるんですけど、ライブカメラとかで見れないんだよね、ヤード通りがどうなってるか。で、ヤード通りがね、骨はけてればこうまくっていったりとかね、するんですけど、もしはけてなかったらもう一回並び直しになっちゃったりするんでね、その見極めが、僕らね、開墾屋さんじゃない人っていうのは知り合いがいないしね、無線もないから難しいんですよ。で、開墾屋さんだったらね、いろいろ情報が飛び交ってるんで、今ヤード通りいないからね、ヤード通りっていうのはもうそのコンテナヤードの通りで、これが専用レーンっていうのかな、で、シャーシが空いてた場合、ここに中に入っちゃうと、時間的にもったいないでしょ。だからまあその情報を仕入れて、シャーシ並んでないよってなればね、この一番ガードレールの外側からまくっていって、シャーシのレーンにね、並べるんですけど、じゃあ今専用レーンのね、一番先頭を来ました。で、今度はね、このヤード通りね、このコンテナヤードの前の通り、ヤード通りに行きます。
大丈夫かな、行けるかな、行けそうですね、行きましょう。ほらもうヤード通りスカスカ、まあこういう状態ですね。7号はもう朝だけ、あとはね、スイスイ吸い込まれていきますんで。今俺の前だった人がね、右にいるんで、僕は左、これ2列が、そうなんです。で、この今右にいるシャーシのやつが7号の鳥になるんで、鳥の車ね、これから積む並びで、僕たちはこれ開始と搬入。間違ってたらごめんなさい。はい、じゃあこれ入り口で、ね、もうちょっとで入り口です。すんなり行けました。はい、じゃあこれプラカードで番号を出してくれた方に行きますね。この右の車が先ですね、その後僕、6番隣の車がね。2番だって。2番どっから入んの。はい、じゃあ今ね、空番を返しました。でこれから身入りを取りますね。大井の4号を向かいます。これ7号見てくださいね、もう並びがなくなっちゃったよね、もう履けましたね。今9時36分です。この時間になると履けちゃうんですね。様子見たいな。ちょっとまっすぐ行こうか。まっすぐ。はい、この反対側、信号の向こうがね、4号なんですね、4号。で、今見る限り骨いませんね。で、これ、ここで、この先一通なんでね。この先一通なんで、左曲がってね、ぐるっと回ってくるしかないんですね。もう変わってないのかな、昔と。ちょっと分からずですけど、この人もさ、交差点の中でさ、ウイング開いちゃってるからね。これからね、ヤード通りの方に U ターンしていきます。これ大体多分前の車とかもね、みんな4号だと思うんですよね。今ね、ピックアップ完了です。これからね、茨城県の方に、当日卸しでね、向かいたいと思います。で今、午前10時、時間がねたっぷりあるんで、一般道で下道でね行きたいと思います。これ信号無視ね、信号無視、これ信号無視って言いますね。停止線守らないとね。久しぶりのね、開墾だったですけど、すんなりね、行ってよかったです。まあ、僕はあと何日開墾手伝いするかわからないですけど、早くタンクに戻りたい。
イボイモさん、さよなら。とりあえず、お湯ふと出ます。トラックはね、分かってるんですよね。トラックは分かってるんですけど、まあ、ナンバーとかちょっと分からないんでね。まあ、もしかしたら、すれ違ったりとかね、してるかもしれないですけど、ちょっとね、僕の方のトラックも公開してないから、お互い分からないと思うんですけど。よいしょ。山地区指定だから重いね。20トン超えてます、多分。はい、ですね、まああとそれとね、まあもうこの話題には触れないと思ったんですけど、まあなんかね、例の三重のね、YouTuber の件なんですけどね。まあもう僕は、まあこれ批判じゃないからね。批判じゃないけど、なんか、あなたのやってることは炎上商法じゃないですか、みたいなことをコメントをね、あったみたいで、そのことについてライブ配信でね、ずっと言ってるんですよ。正しく見てないとか、ね、間違った見方をしてるって。で、そういうね、コメントとか、いろんなそう書き方によっては法的にとかって言ってんだけど、まあ、それが YouTube であってね、自分のね、批判コメントに対してさ、どうこうどうこうって別にさ、いちいち、ライブ配信する必要なくねっていう感じ。もうそれ別に流せばいいじゃないですか。ね、いろんな見方があって、いろんな感じ方があって、自由なんですよ、それは。ね、で、そのコメントに対して、いつまでもいつまでもこう、なんつうの？言い訳してるんだけど、いいじゃないですか、それで。ね、まあ結局、ね、指導員さんの、YouTube にね、ドラレコを提供して、煽り運転に思いますかってやられちゃったわけでしょ？うん。自分は煽り運転とか、言ってないって言っても、結局それでやられちゃって、で、自分でもさ、自分の方のチャンネルでも、ね、指導員さんに紹介されましたってやってたわけじゃないですか。だから結局、ね、そんなことやんなかったら、どこの誰だか分かんなかったわけよ。ね。うん。で、それでまあ、30秒程度のね、車間接近で、相手のね、会社とか取引先に電話するっていうのは、まあ、はっきり言って、ね、人から見たら、あ、そんなことする人いるのかって。うん。そんな程度でそこまでやるのかって、まあ、関心があるわけですよ。ね。うん。で、その、伊賀さんの方のね、いざ動画を見てみたら、ね、リアガラスに電光掲示板つけてさ、もう煽られたとかさ、車間の狭い車に対してすごい敏感にやってるわけで、もうそれが面白いからもうもはや見られてるんですよ。ね。だからそれに対して、まあもうとやかく言うんじゃなくて、それを貫けばいいんじゃないですか？まあ、また次も、なんかさ、煽られたとかさ、接近された車に対して、同じことをやればいいんじゃないですか？ね、掲示板もまだつけてるし。うん。ね。で、見てる人は、おそらくね、その指導員さんから、あと、自分のね、チャンネルから流れてきたとかっていうのは、もうもはや、その掲示板をつけることによってね、まあ、後ろの車が、どんどん煽ってきたりとかさ、するわけじゃん。車間詰めてきたり。ね。まあ、言ってみれば、それをもう期待してるわけよ。もう、要するに。ね。うん。またやられてるよ、やってるよ、みたいな。うん。志村後ろ、志村後ろみたいな。うん。そんな感じ。ね。だから、まあ、それで YouTube やればいいんじゃないですか。もう、いちいち。見方違うとかさ、言ってるけど、ね。うん。だったら、もう指導員さんにさ、もし嫌なら、指導員さんに、その動画削除を、してもらえばいいんじゃない？で、自分のその動画も削除すればいいんじゃないですかね。
だってそうやって見られちゃうのは仕方ないでしょ。だってそこまでやっちゃったんだからね。あ、どういう人なんだ、どういう人なんだって関心があるわけですよ。あんで電光掲示板流して、あ、こういう人なんだ、こういう人なんだ、携帯操作しながら後ろばっかり気にしてるみたいな、ね、で接近してくれば来た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 みたいなね、志村後ろ、志村後ろみたいな、そういうことでしょ。それやれば再生回数上がるじゃないですかね。え、やられた方はすごい迷惑だけどね。だからそれを言ってるんですよね。そこまでなんかね、言い訳みたいなこと言ってるの、じゃあなんで指導員さんにドラレコ提供したの、なんで自分のチャンネルだけでやんなかったのって、そういうことですよ。その理由を知りたいよね。見方が違うとかって言うけど、なんでじゃあ提供したのドラレコ、ね、その後に、もっと車間詰めてきたクラウンとかさ、その後にもあったよね、一回ね、右折しちゃったけどさ、その車はすごく車間詰められてさ、また文字出す操作してたでしょ、後ろ気にしてて、だそういうのも全部やればいいじゃん、そしたらね。ね、まあはっきり言って、だからなんでこういう風になったかっていうと、なんであのね、30秒程度の車間接近したね、あのやつでなんでそこまでやったのかなっていうことで、どういう人なのかなって関心があるんじゃないですか、多分ね、皆さんね、関心なかったらあのそこまでね、ここまでなんなかったと思うし、やっぱりね、やっぱりやりすぎた面があるわけですよ、結局もう完全に裏からで、ね、蛇行運転して煽ってきたとかってやればいいんだけどね、結局そういうわけでもないしさ、かわいそうでしょ、その運転手は別に煽ってもいないのに勝手に やられてさ、僕なんかもありましたよ、あのただ車線変更しただけなのにさ、会社に苦情の電話あったりとかさ、あるけど、まあ、そういう人多いんですよね。だからまあそれを YouTube に出しちゃったってことなんですよ、あの一番の原因は、ね、もはやみんな面白がって見てると思うよ。それでいいじゃないですか、いちいちそんなことにいつまでもさ言い訳してないで、メロンパンみたいの食いながら言い訳してるけど、いいじゃないですかそれで、ね、だからあれですよ、あの僕なんかもあの指導員さんのその動画にね対して、ちょっと違うんじゃないかと思うことをね、やっぱり発信することによって、その指導員さんのね支持者っていうか、その視聴者の方からね、アンチコメントなんか来るのはね承知の上でやってるんですよ、なんかブラックなんちゃらさんとかさ、来てますけど、だからといって、いろんな書き込みあるけど、それをいちいちさ、気にするっていうのもさ、なんか、メンタルちっちゃくねみたいな。ね。別にそれを、俺はあれですよ、ハートマークつけて、それで放置してますよ、正直。何のダメージもないですよ。ね。だからそのぐらいでいいんじゃないですか、 YouTube なんだからね。それに対していちいちさ言ってるっていうのはちょっとさ、メンタル弱すぎだから、と思いますよ。まあいいやまあそんな感じでこれ、まあ、批判っていうかね、またなんかなんちゃらトラックさんとかって名前出してやってるみたいだから、まあ一応ね、俺も、まあ批判というか思ったことをね、言いましたけど、ね、そんな難しいことじゃないでしょ。しょうがないでしょ。自分がそうやって出しちゃったんだから。規模のでかいね、チャンネルに出しちゃったんだから。あれですよ、この間のさ、大型トラック、ミラー畳んだまま左曲がったらさ、結局、指導員さんと視聴者の方がさ、見つけてさ、ね、追いかけて撮影したらわけでしょ。でそれをさ、ボーダーぐらいで指導者さんに出してもらってさ、ね、まあ
ミラーを畳んで貼っちゃったら正直悪いけど、で会社名とか消してあればいいけど、会社名まで出しちゃっててさ、ね、そこまでやる必要あんのかなって。だからそういうチャンネルにね、伊賀さんは出しちゃったわけ、うん、だからしょうがない。で自分でね、それだけだったらよかったんだけど、ね、自分のチャンネルでもさ、指導員さんに紹介されましたってやっちゃったからでしょう、ね、全部関連する動画消せないんじゃない、そんなに嫌だったら。再生回数伸びてっけどね、だからそこなんですよ、そこ。周りにとやかく言うんじゃなくて、そういうところですよ。 YouTube ってそうでしょうよ、だって、ね、自分で原因を作ってしまったんですよ、それに対して別にさ、そこまでさ、敏感になる必要ないしさ、ね、俺思いますよ、それは。ね、まあ、頑張ってくださいよ。